はい、吉祥寺の花屋、花心のさげさです。皆さん、ハーバリウムってどちらで購入されていますか？ロフトとか雑貨屋さんにも置いているんですけれども、ぜひアーティストの作品を購入していただけたらと思っております。そして今日ご紹介するのが、キユー川島さんの作品を紹介していきたいと思います。キユー川島さんの作品のこのハーバリウム、購入させていただきました。すごいおしゃれですね。このね、色の入れ方、もうこのオレンジが入ってたりだとか、この色のアクセントの付け方すごい上手で、入れ方も本当に技術を感じる作品になっております。そして、もうこの紙袋一つね、取ってもすごいこだわってて、サインいただきました。川島さん、ありがとうございます。で、こちらのハーバリウムを入れる、箱なんですけれども、後ろの方にハーバリウムの説明とかがありますので、で、この黒ねすごいかっこいいので、プレゼントにも、おすすめです。でね、外観の方もすごいおしゃれで、このガラス張りになってて、まあちょっと写真の方も出てると思うんですけれども、もう外から見てもすごいおしゃれ。そして入ってくと、なんかくるくる回ってるのもあるし、で、天井を見上げると、パソコンがぶら下がってたり、あと、このカメラから、なんだあれ、コウモリランが出てたり、そんな不思議な外観になってて、もう造花もバーってぶら下がってて、すごい当たるところにあるんですよ。でもこうやって低くどうしてもしゃがんで、そのしゃがんだ先にハーバリウムがずらーって並んでる、この人の行動心理も読み取ったすごいお店作りはもうね、ぜひ真似したいと思っております。ちょっと真似してたらね、川島さんなんか言っていただければと思います。はい。でね、川島さん、その外観、もっと詳しく知りたいよって思った方は、インスタグラムやっておりますので、そちらの方をチェックしていただけたらと思っております。川島さん監修のハーバリウム設計図という本も Amazon で購入することできますので、そちらの方もチェックしていただけたらと思っております。この動画が、役に立った、面白いと思った方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上になります。